ねえ、ヒューガー、単語に来ない？え？私のふるさと、弾みも呼んで一緒に行こう。単語か。ごめん、八重。単語にはいけないかもしれない。どっかで階段匂いだと思ったらやっぱりな。俺の鼻はな、犬並みなんだよ。誰だお前ら。俺、最上美女丸。三人組の後はお前らか。いい雰囲気のところ悪いけど死んでもらうよ。この子は関係ない。行かせろ。ダメ。好きな女子の前で切られて惨めな姿を見られる。それがまたお前の苦痛を盛り上げる。なんだと。あんた自分が切られたこと想像したことある？血がドクドク出てきて、いくら苦痛に耐えてもダメ。もう死ぬことが分かってるからね。あっさり死ねればいいのに死ねない。あんたその時どんなこと考えるの？あれ？あんた一本折れてるじゃない。ダメダメ、猿、あんたの刀貸してあげて。半端ないで切ったってつまんないでしょ。心配するな、安心しろ。その子に用はない。一本だから負けたなんて思われたら尺だからね。なんでこの刀に唾がないか分かる？俺は受け立ちなんてしない。一振りで必ず動けなくしてあげる。俺もそうしろと教わった。ゾクゾクさせるね。結構早いんだ。気づかなかった？切られたってこと。Ah!
ろ八重。動いちゃダメ。そこで見ててよ。逃げると切るよ。痛いよね。早く死にたい。まだまだ。簡単には死なせないよ。お前いい加減にしろよ。もう勝負はついてんだろ。サル！人の楽しみの邪魔立てするとあんた死ぬよ。やってみろ。お前の悪趣味には虫唾が走るんだよ。一人残すのも哀れだね。ビジャマル！関係のない女を殺すことに何の意味がある？生きてることに何の意味があるってのさ。行くよ。今度の相手はもっと強いんだろうね。弱かったらあんたに相手してもらうからね。分かってる？サルトビー。そいつは立派に戦った。